4年とちょっとですね。お年寄りのご夫婦が多いですね。あと若い人も結構来ます。地域の人に愛されてると言いますか、大事にされてるとこですね。かやと言いまして、わらぶきでできております。中級以上の結構偉い侍です。仕事は勝手方と言いまして、財務を担当してました。本物は今ありません。いろんな仕掛けありますが、一番大きい仕掛けはですね、隠し部屋があるということですね。それが一番大きな仕掛けだと思います。私は見たことないんですが、見た人がおります。子供の幽霊だそうです。曽我部家が一番古いと聞いております。週休2日です。それから有給休暇もありますよ。それではね、さっきお話しした隠し部屋、忍者部屋のところへご案内しますね。それはここです。ここにあります。武者隠しと書いてありますね。ここはですね、戦になったら、戦争になったら、ここに侍が入って見張りをしたり、それから攻めてきたら、蚊帳の間から鉄砲を撃ったりとかね、そういうことをするために作られている、屋根裏部屋です。あと、戦が収まるまでね、女子供を隠したりするっていう、英語で言うとね、シェルターって言うんですけど、そういうことも考えて作られた部分です。こっちの部屋はですね、よく見えますね。よく見えます。こんな風になってますからね、いつもこう開けたまま生活してました。で、怪しい人がうろちょろしてるとすぐ分かるように、こういうふうに開けてありました。棚持ってみましょう。重さを感じてみてください。ちっちゃいのもいいですよ。 抜けないようになってますけどね。ね、昔のお侍さんはこんな重たいの2つね、持って歩いたのね。昔の女性はね、すごい大きい髪の毛の形してました。今でも時代劇で見ると分かるよね。その髪の毛が崩れないように首に当てて寝ました。じゃあ、ぐるっと今回って全部家回りました。全部見ました。なんか足りないものなかったですか？君たちのうちにあって、ここにないもの。台所あったでしょ。トイレあった。当たりました。お風呂ですね。お風呂がないんですね。武家屋敷は150軒ほどありましたけども、全部お風呂ありませんでした。お風呂は贅沢だから、藩主は作ってくれなかったんですね。で、共同浴場にみんな侍さん入ってました。侍の共同浴場っていうのがあって、温泉の共同浴場に入ってます。で、侍の共同浴場は侍以外の身分の人とは一緒にならないようになってます。別々です。で、身分に応じて別々の共同浴場に入ります。